西木津駅は京都府木津川市相良川の尻にある西日本旅客鉄道片町線の駅である。駅番号は JRH19。京橋方面に向かって右側に単式ホーム一面一線を持つ地上駅。このため、木津方面駅と京橋方面駅の双方向が同一ホームに停車する。ホームの長さは4両分だったが、2010年3月13日の ダイヤ改正で、木津駅京田鍋駅間も7両編成の運転を行うため、ホームを延長。工事は早い段階で施行し、2009年7月時点で、ほぼ完成した。愛子家利用可能駅。無人駅で逆 U 字型ゲート上の簡易駅舎がある。自動券売機及び簡易式の自動改札機を設置している。トイレはない。毎時2本の快速。 区間快速が発着。平日朝ラッシュ時は、毎時3本の快速が発着する。停車するすべての電車は、半自動扱いとなる。京都府統計所によると、1日平均乗車人員は、以下の通りである。奈良交通機のつばす停留所名は、木津中学校前。停留所は、国道163号線、川の尻交差点東側に設置。ありがとうございます。